一生は夢の間なれば。隠居っぽいね、お互い。さすがは神戸、鉄壁の包囲陣だね。よっ、まずは本陣に沿う場所を確保しようか。ならば堤防前の砦が適当かと思います。全軍を二手に分けて進ませましょう。一方が砦北側より、敵軍を林道方面に誘導し、もう一方が東側より、砦に侵入を試みるのです。承知しました、叔父上。では私は東側より砦に進みます。三種の教え。炎の動きが敵に察知されると、砦の奪取は難しくない。注意してくれ。笑ったら宗原はもう悲壮な覚悟を決めてるので、早く助けないと取り返しがつかなくなる。ここまではうまくいきました。これは敵の援軍、急ぎ付近の味方に知らせなくては。彼らの動きは敵に知られても困ります。急ぎ追撃しましょう。奥の手だ。これはどうかな。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。この戦果、次の一手につなげなければ。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。これはどうかな。矢を筆に持ち替える日も近くなったかな。砦を本陣にしようかな。守りは照本に任せて。そうだ。そうだね、やろう。大将だからね。次は南東砦を落とし、外周一帯を確保してしまいましょう。南東砦からなら高松城に援軍を送りやすい。うまくやれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。はい、わかりました。うまくいきました。高松城の援軍や小舟に乗せて逐次搬送しましょう。うん、小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。こちらからも援軍に兵を割きます。本陣守備は万全なので心配ありません。包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に向かおうか。敵もすぐに我らの動きに気づくはず。急ぎましょう。宗春を死なせてはなりません。あれは毛利軍。
やるしかないか。一心はい、わかりました。高松城を救おうとて無駄なことだ。この絶望的な状況下で何ができる。朝乃のバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。はい、わかりました。我が手勢も動かすとし、市街地より堤防の外へ橋を架けよう。奥の手だ。奥の手だ。橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。さあ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされる強力の木を一瞬する。それ今胸張りやめて急ぐのか。わかりました。開門。奥の手だ。石田、大谷両軍が高松城へ進撃。清水宗春に財務通帳を突きつけよう。開門。残る後陣の兵は外周の毛利に当たれ。これ以上高松城に近づけるな。なんと味方の援軍か。援軍が間に合ったようですね。城外の敵を攻撃する効果です。やるしかないか。百万一心。これだね。やろう。いち手を焼かせてくれる。三種の教え。矢を筆に持ち替える日も近くなったかな。ここまではうまくいきました。お見事にございますな。攻撃策はうまくいきましたね。開門。さあ、秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか。奥の手だ。全軍で敵本陣を目指そう。はい、どうも。敵将、討ち取ったよ。三種の教え。兵らが
来なければ宗春の命一つで戦は終わったのだろう。宗春は道家の中心見捨てにしません。相変わらず甘いな。光月城を見捨てなかったあなたに言われたくはありませんか。ここで一手開門。こりゃたまらんわ。全軍引け。信長様の援軍を待ち再起を図るんじゃ。高影追うかい。今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、次に相まみえるとき彼らが敵であるとは限りませんから。